紹介ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。このようなちょっと長めのタイトルで発表させていただきます。我々は微生物に分野における統合データベースをこれまでずっと開発してまいりました。で、微生物で昨今よくお耳にする方も多いと思いますけれども、微生物層研究を取り巻く、現状としてですけれども、微生物は地球上の至るところに存在しておって、環境と密接に関与していると。従いまして、微生物研究というのはバイオ分野のみならず他の多くの分野と連携可能な、少し変わったバイオの分野ではないかというふうに我々考えています。で、冒頭少し申し上げましたけれども、昨今メタベゲノムとかマイクロバイオムとの研究が、世界的に、加速度的に進展しておりまして、この分野のデータが猛烈な勢いで蓄積されていっている状況になります。で、その、一番データの発展が著しい分野としましては、やはり人に関わる人マイクロバイオムのデータでございまして、で、2007年に最初の、メタゲノムデータが出てきましたけれども、そこから2016年のデータまでを記しておりますけれども、やはり指数関数的にこのマイクロバイオム分野のデータが、世界中から報告されているというような現状がございます。で、我々のグループは第1期の統合化推進プログラムからですね、微生物統合データベースを構築させていただいております。で、名前をマイクロブ DB.jp というふうに言います。で、このデータベース自体は微生物に関するデータを、系統、遺伝子、環境の3つの軸に沿って、整理統合して、フルの RDF のデータベースを構築、しました。で、バージョン2、現在バージョン2を公開しているところでございますけれども、約90億トリプルの RDF から構成されております。で、またRDF データベースには欠かせませんけれども、オントロジーとかボキャブラリーも、これも DBCLS の方々と一緒になって開発をさせて、してきました。で、また公開済みのメタゲノムデータは17万サンプルの収録するに至っております。で、またゲノムとかドラフトゲノムデータに関しましても1万7000株の、ゲノムドラフトゲノムデータを、整備してきました。で、UI 自体はですね、このような Google 型の UI を採用しておりました、おります。で、この、理由としてはですね、専門家のみならず非専門家の方々にも使いやすいデータベースという形で、非専門家の方が自分の分野外のデータを調べるときに、一番ファミリアな形式が良いだろうということで、このような Google 型の UI を使ってこれまで運用しております。で、さらにデータベースを検索する際に、必須となってきますような、ちっちゃいアプリケーションスタンザと呼ばれているものを、195種類、これも DBCLS の方々と一緒になって、これまで作ってまいりました。で、単に統計情報をこのように表示するだけのスタンザのみならず、このようにですね、割と視覚的に訴えるようなスタンザも各種用意しております。で、また我々のデータベースはですね、データを格納しているのみならず解析システムも備えておりまして、我々の解析システムで解析をしたデータをアップロードしていただくとですね、データベース収録しているデータベースの中のデータと比較解析をすることができるというようなシステムも運用しています。で、マイギャップは昔から作っておりましたゲノムの、オートアノテーション、ソフトウェア解析パイプラインですけれども、とかミーギャップ、こちらはメタゲノム用の解析パイプラインですけれども、こういうものを使っていただくことによって公共のデータベースで公開されているデータと、比較解析をすることができる。で、その比較解析した結果を、このような形で表すためのスタンザというようなものも、これまで作ってまいりました。ところがですね、このマイクロブ DB.jp の課題が大きな課題があります。で、それはですね、ユーザーの獲得でございました。で、これまで、あまり多くの方々に、使っていただいていないというようなことが我々のところでもよく理解しております。で、どうして、理解このようなユーザーの方々になかなか使っていただけないのかなというようなことを、考えてきました。で、いろいろな展示会とかですね、ユーザーの方々といろいろお話をさせていただいたりしながら、いろいろと我々のところでも検討してまいりました。で、当初はですね、いろいろな方々から、特に専門家の方々からはですね、何を入力して検索していいかわからないという意見を多数いただきました。
でこれはですね、当初我々はGoogle 型の UI にあるというふうに考えてました。で若い方は分からないかもしれないんですけど、僕ぐらいの年齢の方々はよくお分かりになるかもしれませんけど、 Google が最初に出てきた時というのはそれまでYahoo 型の検索だったんですけれども、それ初めて Google が出てきた時っていうのは本当にそこに何を入れたらいいかっていうのがよく分からなかったわけですね。でただ単にブランクがあってボタンがついてるだけっていう非常に単純な UI だったので、でまあとにかく何か入れてみると何かすごくいい結果が返ってくるというようなことで、まあ、従って、まあ、何を入力して検索しているか分からないというのは、それが、意味軸も表れているんだというふうに勝手に解釈をしておりました。まあ、しかしながら、ユーザーの意見をさらに詳細に、収集して分析したところ、まあまあ、使い方がよく分からないのみならず、まあ、意図しない検索結果が表示されている。で自分はこういうことを検索したくてこの検索エンジンを使ったにもかかわらず、わけの分からないデータばっかりがこう返ってくるというようなことがある。で、あと入力した検索語に対して、まあ、どのような結果が得られるのか予想ができないということなんですね。で皆さんも Google を検索されるようなときというのは、ある程度検索期待する検索結果を、まあ、期待しながら入力をの語をこう考えていかれるわけですけれども、まあ、この分野においてはですね、まだそういうような習慣がなかなかないということがありまして、まあ、要は使いにくい、使い物にならんデータベースだというふうにご批判をいただいているというふうに我々は理解して、で、まあ、どのようにしていけばいいのかというようなことを、まあ、検討してまいったわけです。で、じゃあそもそもなんでそんな使いづらいんだろうということで、いろいろと原因を探る中でですね、一つある原因の一つとしてはですね、この RDF データベースという形式そのものがあまり分かりづらいのではないかというふうな結論に至っております。それはですね、これはイメージ図でありますけれども、RDF のデータベースっていうのは、すべてのデータが連結された、まあ、巨大なグラフになっています。で、我々のデータベースでは、ゲノムデータを基軸として、ありとあらゆるデータ、分類群のデータでありますとか、メタゲノムのデータ、あと環境のデータ、トランスクリプトムのデータ、いろいろなデータがすべて、連結しています。まあ、したがってすべてがこういう一つの大きなグラフを構成していると考えていただければいいんですけれども、まあ、したがって例えばこの辺の検索語から入ったとすると、すべてのデータが検索できてしまうというようなことになってしまうわけです。で、したがって、そのある検索語をこう入力したときに結果として出てくる検索語の検索した結果として出てくるところに本当にわけのわからないものがずら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 並んでしまうということに、まあ、なってしまうわけです。まあ、これを例えて言うならば、まあ、全体像がわからないような迷路、まあ、迷路っていうのは全体像がわからないんでしょうけれども、で、まあ、出口にたどり着く方法をまあ探しなさいと言っているような問題と同じようなことである。で、まあ、したがってですね、まあ、これではですね、統合データベースに対してはデータの統合化のメリットを存分に生かすという点において、まあ、これまでのデータベースの利用形態を適用するということが本質的に困難なのではないかというふうに考えています。で、したがってこれが RDF データベースの、まあ、まあ、一つの問題点じゃないかなというふうに思うわけです。で、まあ、そこで、一つ解決策としては、先ほど申し上げたスタンザと呼ばれている、要は検索した単語に沿った検索者の意図しているような結果を返してあげるような、まあ、小さいアプリケーションですけれども、まあ、そういうものを作ればいいじゃないかということです。例えばここに書いてあるのは、スパークルで書かれておりますスタンザですけれども、どういう、スパークルが書かれているかというと、まあ、肺炎に関与する菌種を介して、肺炎に関連するバイオサンプルの一覧を取得し、そのサンプルがどの環境由来であるかを取得しなさいという命令がここに書いてあります。で、まあ、こういう、従って検索をするときにですね、検索者がこういうことを、情報を引き出したいな、せっかくデータが全部統合されているから、こういうことが引き出せるんですけれども、引き出したいなと思ったら、これを書かなきゃいけないわけですね。で、しかしながらですね、やはりこのスパークルはこういうふうに書いてありますけれども、なかなか不慣れなユーザーにはこれをすぐに書き出すことができません。そうするとですね、検索者の意図に沿ったスタンザを全部用意しておかなければいけないというふうになってしまうわけです。で、まあ、従いましてですね、非常にこの RDF データベースを、まあ、制御していくというのは少し難しい点がいろいろあるなというふうに、思われるわけです。で、まあ、解決策としては、まあ、いくつかありますけれども、まあ、当面はですね、今申し上げたとおり、
まあ、検索者の意図を反映させたスタンザをとにかく多数用意していく、もうこれに尽きるだろうということです。で、我々自身もですね、データベースのみならずいろいろな研究をしておりますけれども、まあ、そこで培ってきたような研究の、メソッドでありますとか、そういうものをそういうスタンザに生かして、できるだけそういう皆さん方の、利用者の方のですね、利便性を捉えたようなスタンザを、まあ、開発していくということを、まあ、やっていきたいというふうに考えているわけです。まあ、そこで、我々はこのようなメンバーで現在開発を行っています。で、これまでのグループに加えて東工大の山田先生と千葉大学の高橋先生に加わっていただきまして、より広い範囲のデータを統合化し、なおかつ利便性を圧倒的に向上させるというようなことを開発の目標として現在取り組ませていただいています。で、まあ、今年度の目標としましては、ここに箇条書きにしておりますけれども、とにかく、使いやすくしていくというところを第一の目標としまして、まあ、ポータルサイトを構築したりとかですね、新たなデータを統合化したりというようなことをやっています。また、ポータルサイトですけれども、現行のマイクロブ DB.jp の機能コンテンツを、まあ、そのまま引き継いでですね、もっともっと分かりやすい、使いやすいようなデータベースサイトにしていこうと考えています。で、また、データの更新作業を今年度行う予定にしてまして、まあ、今年度末にはバージョン3になりますけれども、そうしますと、バージョン2では例えばメタゲノムは17万サンプルでしたけれども、それが約70万サンプル入るというようなデータベースになります。また、千葉大学の高橋先生に加わっていただいてますので、千葉大学心筋センターが持っている心筋のデータのゲノムデータ等もこの中に加わっていくということになります。また我々先ほどちらっと申し上げましたけれども、解析システムも備えておりますが、それらの解析システムもですね、大規模なデータに対応できるためにするために、もっと高速化を図るというようなパイプラインの改良も行ってまいります。また、自動アノテーションシステムを今作っておりますけれども、そのアノテーション精度をもっともっと、向上させるために、やはりマニュアルキュレーションというものがまず必要になります。そのマニュアルキュレーションを、まあ、理研の方々と一緒になって行っていって、まあ、オートアノテーションにおける、まあ、教師データとして、まあ、利用するというようなことも考えています。行っています。さらには有用アプリケーション、まあ、これまでいくつかのアプリケーションを、まあ、開発してますけれども、こういうものも、継続的に、まあ、開発を行って、どんどんそのマイクロブ DB.jp 本体のスタンザとして活用できるというような形にしていきたいと思っています。で、一つは、まあ、ビトコミック2と呼んでいるアプリケーションでございまして、これはですね、メタゲノムデータを、まあ、この、アプリケーションに掘り込んでいただくと、まあ、そこから系統情報をすべて抜き出してきて、まあ、このように視覚的にその系統結果を、まあ視覚的に表現するというようなソフトウェアであります。またこちらの LEA と呼ばれている、まあ、僕らは微生物 GPS と呼んでおりましたけど、こういうアプリケーションも考えています。で、まあ、このシステムを使いまして、まあ、先ほど前半部分でご登壇していただきましたヤクルト中央研究所の松木先生のデータがございますけれども、その松木先生のデータで、さらにはその前年度に出ておりました、まあ、98名の乳児についてのメタゲノムのデータがありますけれども、まあ、これらデータをですね、先ほど開発して少しご紹介した、まあ、ビトコミック2と呼ばれているシステムで、解析をした後、その LEA にてそのマップで表現をするということをやって、まあ、全体的なこれらのデータ関係性がどういうふうになっているのかということを、まあ、俯瞰してみるということをやりました。で、まあ、解析時間ですけど、サンプルあたりだいたいこのビトコミック2と呼ばれているもので、解析をするのが6分で、 LEA で先ほどのマップを作り上げるのが 0.2 秒で、非常にリアルタイムな計算ができるようになっています。で、これが左側が松木先生のデータでして、まあ、0日目から30日目までのデータですけれども、だいたい0日目最初の頃というのは先生の発表にもありましたけれども、人の皮膚に近いような群集構造になってますが、それが時間が経つにつれてこちらの方にどんどん移動していく。で、この辺がちょうど大人の腸内細菌群集の領域でございます。で、ここに集中してますけれども、これはビフィズス菌の領域でありまして、いずれにしてもこの左上のところから右下のところにこう流れてくるような傾向が見て取れるわけです。で、一方でこちらのデータですけれども、こちらのデータは4日、4ヶ月、1年という3点ございますが、これもやはりこの左上の方から右下の方に、トレンドは見えるんですけれども、なんか、こちらのように分かりやすくはなくて、なんかぐちゃぐちゃしていると。
じゃあこれをもうちょっとだけ分解してあげてみるとどう見えるかというと、まあ、5つぐらいのパターンに分けることができるだろうというふうに考えられます。例えばこれ、この第1のパターンは何かといったら、これ生まれた時から大体大人型の方がです。だからどう何を食べてるのかよく分かんないんですけれど、ずっと大人と同じような群衆構造です。で、一方でこちらの人たちはこのやはり皮膚の方からもう突然こちらの方に大人の方にドンと来るような、集団で、こちらはこのパターンは何かというと、皮膚の方から一旦ビフィズス菌の優勢な群衆に、落ち着いた後に大人型になっていく。で、要はこれは松木先生のデータとよく似たような結果ですけど、でこちらの人はどういう人かというと、皮膚の方から一旦ビフィズス菌のところまではうまくいくんだけど、また元に戻っちゃうというような集団であるとか、あとはもうよく動きがよくわからないような集団、まあ、こういうようなことができるようになる。で、これがなぜこういうことができるようになるかというと、まあ、これこそがですね、まあ、ゲノム、メタゲノムデータがまあ統合されているから、まあ、こういうことが簡単にできるようになるということ、あと全データがアノテーションされて、まあ、非常にきれいなデータであるということ、でさらに言うと、全データが統一手法で解析されているということです。で、あとは高速解析パイプラインと、我々遺伝系のスパコンを使ってますけれども、そういうインフラがあったからこそ、まあ、こういう解析ができるということです。で、まあ、人土壌海洋など環境分野は問いませんので、まあ、今日は人の例を紹介させていただきましたけど、まあ、こういうことが簡単にできるようになってくるということになります。はい。で、まあ、最後のスライドですけれども、今年度末には、我々新しいバージョン3を公表することになると思いますので、引き続き皆様方からですね、いろいろとご意見をいただきながら、より良いものにしていきたいというふうに考えております。以上でございます。